写真拡大。阪神3対3、広島、22日、甲子園球場。勝利へのシナリオは、虎党の大歓声によって書き換えを余儀なくされた。土俵際まで相手を追い詰めながら、最後のアウト一つが取れない。4番手の広島、菊池保が2試合続けて9回の1点リードを守れず、痛恨のドローで最下位に転落。笹岡監督は、あと一歩という中で、難しいというか、なんというか、と頭を抱えた。勝利目前だった。1点を追う9回表に2点を奪い、1点リードで9回裏に突入。マウンドには、抑え不在で代役を務めている菊池保が上がった。先頭の梅野を遊撃への内野安打で出塁させ、犠打で一死二塁のピンチ。8番木浪を左飛に仕留め、今季初の1点差勝利を視界に捉えた。しかし、猛虎打線の執念が上回った。途中出場の近本にカウント1の1からの3球目を右前に運ばれ、悪夢の同点的自打。敵地甲子園の熱気とは対照的に、三塁ベンチと広島ナインには重いムードが漂った。菊池保は19日のヤクルト戦でも1点リードの9回に登板し、同点とされていた。2試合続けての火消し失敗に指揮官は、今試合が終わったところなので、これから考えますと明言は避けたが、配置転換の再検討を示唆した。これで今季の阪神戦は4試合で1分け3敗と白星なし。プラアレルギーの前兆が見えつつある。リリーフ陣の再構築なくして、上位進出への視界は開けてこない。